チャオ、あっちゃんです。今日は、ね、また舞茸買ってきたんで、舞茸ちゃうわ、霜降り平茸、平茸で、なめ茸作り、平茸のなめ茸めっちゃ美味しかったから作っときたいと思います。はい、まず砂糖、適当できます。お酒ちょい、小さじ1ぐらいかな、ね、みりんちょい、ちょっと今回味付け違います、いつもと。で、お醤油、あれ、お醤油こっちじゃなかったかな、向こう持っていったっけかな、あるある、時あるでし、まあこれぐらい、これぐらい、ちょっと多かったかな。小麦粉、水がもうないね、水もないから、ね、まあちょっとあるからね。米酢と黒酢でいこう。さあどうかな。もうちょっとね、牛乳と、先もちょっと足すわ。うん、いいかな。で、ここにね、平茸を入れていきます。全部いきます。この辺全部細かく細かく細かく、あんま大きいやつはね、2つ3つもあるけど、ちょっとね、もうざっくりでいきます。なかなかのちょっと見できるかな、このままね。ひだだけで前それで美味しかってさ、全部終わり。しいたけもちょっと入れようか。これでね、約2分、約2分ぐらいね、しんないですよ、ちょっと炒めるんじゃないかな、やっていきます。で、とろみつけるのいいな、あとね、中火でしっとり煮込んでいきます。平茸自体ではね、そのとろみがあんまりつかへんから、とろみはね、後で水溶き片栗粉でとろみをつけていきます。
と甘み薄いな。甘みもちょっとよ。普通にするから、ね、生に控えてみるの。もう肉も。もうちょいか。まあ二三分ぐらいだけどね。まあ見えたけどね、いいあのラインなんだけど。とろみ出るけど。もう二三時。よし、2分半いったし、いいかな。ここにね、とろみをつけます。はい。おー、いい感じになったね。で、またね、タッパーに入れときましょう。美味しい。ちょっと醤油濃いけどね。美味しいわ。ご飯のともですわこれ。ちょっと片栗粉入れすぎたな。とろみつきすぎたな。ないわ。はい、平竹のなめ竹できました。ちょっとこれでね、タッパー入れるほどの量じゃないからね。これでね、150円ぐらいだからね。まあなかなか平竹のなめ竹もできへんね。珍しいね。食べましょう。まあ熱いけどね、冷ましといたら美味しいんで、いただきます。うまい。平竹はね、キノコの風味がすごい出てる。美味しいよ。はい、それで、まちゃん今日作った平竹の、なめ竹。よかったと思ってたら、高評価を、応援コメント、チャンネル登録して、これから見てくれたら嬉しいです。ちょっとね、片栗粉が多かったかな。とろみつきすぎたかな。もうちょっと少ない目で、ほんのりとろみで十分です。その辺、自分なりのレシピでやってください。では、またね、バイバイ。